ただいまより山田ロイスター引退試合記念セレモニーを行います。
野口さん、どうも長い間ご苦労様でした。今日試合見てて20年間で一番運動量多かったんじゃないかな。彼はギドが監督になってすぐにキャプテンに任命されて、すぐに天皇杯連覇、J リーグも取った、私がアジア取れ、アジアも取れ。で、今日このいい雰囲気の中で私は皆さんに一つ、提案があります。山田選手の引退記念日にレッズの次の新しい目標を、提案したいと思います。それは野口さんが取れなかったただ一つのタイトル、クラブワールドカップです。これを取ると浦和レッズの現役がこれを我々の目標にして、この目標を野口さんの長い間の苦労に皆さんのお礼の気持ちとしてあげたいと思います。ぜひ皆さん賛成してください。向井様、ありがとうございました。では、今日までの20年間、共に笑い、共に泣き、戦ってきたチームメイトとストンプル、そしてギリギリまで悩み続けた山田選手の決断を理解し、ずっと支え続けてきた家族へ、そして最後の最後まで熱い声援を送り続けてくれましたサポーターの皆様へ、山田選手より感謝のメッセージです。こんばんは。今日は、山田の信さん引退試合にこんなにたくさんの人に集まっていただき本当に感謝しています。そして一緒にプレーした仲間のみんな、ありがとう。そして息子のたつきも一緒にプレーさせてもらう機会を与えてくれたことに感謝していると同時に、また忘れられない試合が増えました。皆さんのたくさんの協力のもと、この引退試合を無事に終えたことを本当に感謝しています。ありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。では、これより、一時に山
山田信久が皆様のところへ最後の挨拶に伺います。サポーターの皆さん、大きな大きな声援で山田選手をお送りください。
ありがとうございました。